タップして編集します。グスタフ・マーラーの交響曲第1番について。1、曲の誕生秘話やエピソード。交響曲第1番はグスタフ・マーラーによって1887年から1888年にかけて作曲されました。この交響曲は巨人の交響曲とも呼ばれ、マーラーの大胆な楽曲構造と革新的なアイディアが凝縮された作品とされています。マーラーが巨人と呼ばれる理由は、彼の音楽作品や音楽哲学、その影響力の大きさに由来しています。彼の交響曲や歌曲は、多くの場合大規模かつ複雑な構造を持っています。特に交響曲は楽章数や演奏時間が長く、多彩な楽器と声部の組み合わせを用いています。そのため、彼の作品が音楽の巨大さや壮大さを象徴するとされ、彼自身が巨人的な音楽を追求していると評価されました。彼の音楽は感情表現に富み、人間の内面的な葛藤や情熱、喜びと苦悩を深く描写しています。その感情の奥深さや情熱的な表現が、彼の作品を巨大な感情体験へと昇華させています。彼は音楽に対する独自の哲学を持っており、音楽を人生そのものと捉え、宇宙や自然、人間の存在を音楽で表現しようと試みました。その音楽哲学や芸術観の深さが、彼を音楽の巨人として位置づける一因です。マーラーの音楽は、彼の存命中には評価が分かれた時期もありましたが、その後の世においては多くの作曲家や演奏家に影響を与える重要な存在となりました。彼の楽曲の演奏や研究は継続され、彼の音楽の巨大さが次世代へと受け継がれました。交響曲第1番は、マーラーが自身の交響曲の中で最初に公開した作品であり、初演は1889年に行われました。2、曲について、進行や聴くべきポイント。この曲は、4つの楽章から構成されています。第一楽章は、春の目覚めをテーマにした、活気あふれる楽章であり、牧歌的な雰囲気が広がります。明るく活気に満ちた曲で、まるで春の訪れを感じるかのような音楽が書かれています。草原に広がる青々とした風景や新しい始まりの感覚が表現されています。第二楽章は、草原の花束をテーマに舞曲のリズムと対方的なアプローチが魅力で、軽快なリズムと舞踏的な雰囲気が特徴です。ここでは草原に咲く花々の美しさや風に揺れる光景を感じることができます。第三楽章は、群れの動きを書いた楽章で、トリオにユダヤ民謡が登場するなど多彩な要素が詰まっています。力強いリズムとユダヤ民謡のテーマが交錯します。群れの中での様々な動きや喧騒感が描かれており、活気と情熱が感じられます。最終楽章は、英雄の葬送をテーマに、壮大な展開と力強いクライマックスが特徴で、荘厳な雰囲気と壮大な音楽が広がります。ここでは主題が力強く展開し、感情の高まりが聞こえてきます。最後には感動的なクライマックスが訪れ、物語性を閉じます。この交響曲は、音楽を通じて春の訪れや草原の風景、
人々の動きや感情などを表現しており、聞く人に豊かなイメージと感情を伝えてくれる作品と言えます。3、楽曲の当時の評価について。初演当時、この交響曲は新しいアプローチと大胆な構造であることから一部の批評家から理解されないこともありました。しかし、後になってマーラーの独創性と音楽的ビジョンが高く評価され、今では彼の代表作の一つとされています。4、当時の作者の私生活や状況。交響曲第1番は、マーラーがウィーン国立歌劇場の指揮者として活動していた頃に作曲されました。マーラーは音楽家としての地位を築きつつあり、彼の音楽的アイディアや精神性がこの作品に反映されています。この曲は、マーラーの音楽的探求心と想像力が凝縮された楽曲であり、その壮大なスケールと感情的な深さは多くのリスナーに感銘を与えることでしょう。当チャンネルでは、このような投稿を定期的に行っていますので、これからクラシックを聴きたいと思っている、興味のある方、気分をリフレッシュしたい方、癒しや安眠を求めている方は、次回の投稿を見逃さないよう、今すぐチャンネル登録をよろしくお願いします。また、友人やお知り合い等で、興味がありそうな方がいたらぜひシェアもよろしくお願いします。それではマーラーの傑作、交響曲第1番巨人を楽曲のみで最初からお聴きください。次回の投稿でお会いしましょう。